スロットの遠藤ベンチ外送り、KOP のリアルな声がこちらです。ボーンマス戦、ついに遠藤渡るベンチ外に。遠藤ついにベンチ外。もうチャンスがどうこう、言ってられないよ。完全に戦力外。ワールドカップ、見据えるなら絶対冬に移籍すべき。マジで遠藤か愛想。 もう戦力として見られてない使い方されてるから移籍してほしいな。良い監督の下ならまだまだ活躍できるのにもったいない。遠藤、完全に香川と同じ状況になってしまったな。というか中盤のターンオーバーのこと本当に何も考えてないんだなって思うよ。どう考えてもディフェンダーラインより壊れやすいの中盤なのに。自中4日とはいえ相手はハムだし、 ミラン戦から中二日なんよ。日本人同好関係なく遠藤ベンチ外はアホなんよ。というかディフェンダーラインの控え4枚でミッドフィルダー本職ジョーンズのみって頭おかしいやろ。ゴメス外すかブラッドリー OR ツイミカスのどっちか外すかだと思うんだけど。何を考えたらそうなるんやこれ勝てんかったら普通に解任レベルよ。 遠藤ベンチ外は普通にありがたい明らかにスロットのサッカーに合わないし、遠藤本人もこれで遺跡の決断をしてほしいね。別に日本人アンチとかそういうのじゃないんだけどさ、遠藤ベンチ外だからスロットキモいとか差別だとか遭ぐのは違くねわらしょう。遠藤のためのリバプールではないんだぞ。残酷だけどこれがサッカーの世界でこれがトップクラブの現実だよ。 そして、遠藤自身が望んだ道でもある。